橋武氏は、中華民国の財務官僚、経済学者、政治家。字は、科博。語は、経費氏。チャンス賞上州府義貢系の人。1906年、無釈初級師範学校に入学し、翌年、上海法制講習所に進学した。1908年、日本に留学し、最初に、法制大学政治科に入学し、後に、 明治大学法制課に転入した。1911年に卒業、帰国して放課巨人となり、公立訴訟法制専科学校の教員となっている。1912年、北京政府財政部財政討論会会員となり、後にチャンス省財政視察員に任ぜられた。翌年には、財政部国税庁、光備員平成委員会会,会員、 変算どころ主任に任せられた。同年9月、財政部、倉造市市長も兼任し、11月に、道部会計市市長に移動する。1914年2月、処理財政部参事となり、5月、財政部不税市市長代理も兼ねた。1915年、全国関算ところ改弁を兼ねる一方で、私立民国大学や公立法制専科学校、 財政講習所で講座を開いた。1920年10月、陳光関監督となる。翌年、ワシントン会議に代表団専門員として随行した。その後、南方に移って国民政府側に転じる。1927年、上海銀行公会所記長に任ぜられ、4月にはチャンス省政府委員に任ぜられた。8月、 国民政府財政部副税市長県市を務む所長、代理に任ぜられ、さらに国定税則委員会委員も兼ねている。また、国立中央大学、国立中央政治大学の経済系教授も務めた。翌1928年、交通銀行観察人も兼ね、8月には、第2期立法院立法委員に任ぜられている。百三十三年二月、 湖北省政府委員兼財政庁上長に任ぜられ、1938年6月まで、務めた。1940年7月、財政部専門委員に任ぜられ、香港で職務につき、財政評論者社長代理も務めた。1943年1月、チャンス省政府委員兼財政庁上長に任ぜられ、後に、チャンス農民銀行当事長も兼任した。 1951年、台湾に移住し、台湾第一商業銀行等ごと、交通銀行観察人、アウコー学院、等ごとなどを務めている。1965年7月9日、台北市にて病没。去年79、たた数、ありがとうございます。